はい、いらっしゃいませ。ごきげんよう。今日もね、エンジニアが死滅した世界やっていきたいと思います。ゲームスタートで、前回ですね、荒れ果てたショップの方をやってマッチを手に入れました。で、 C ランクのがもうあと残り1個しかないので、こっちをやっていきたいと思います。学べない学校、学べない学校、取得できるアイテムはお下げですね。この町で一番大きい学校です。昔は図書室という紙の本がたくさん並んでいた部屋があったのですが、機械や端末が使えなくなってしまい、本を読むこともできなくなりました。あ、なるほど、全部デジタルデータになっちゃってるからってことね。これさ、電気は通ってるんだよね。通ってれば機械や端末が使えなくなるっていうこともなさそうな気もしなくもないんだけど、問題にチャレンジしていきます。ミッション、学べない学校、ミッションレベル C。 学校の子供たちがじゃんけんをしています。特に A 君と B 君はじゃんけんが大好きで毎日しており、それぞれ自分の方が強いと言い合っています。そこであなたは2人のじゃんけんの結果を記録し、どちらが強いかを判定するプログラムを作ってあげることにしました。これから A 君と B 君は N 回じゃんけんをします。 A 君と B 君の出した手が N 回分与えられるので、A 君が勝った回数と B 君が勝った回数を数えるプログラムを作成してください。じゃんけんはグー、チョキ、パーのいずれかで、グーはチョキに勝ち、チョキはパーに勝ち、パーはグーに勝ちます。入力ではグーは G、チョキは C、パーは P で表現されます。で、入力例がこれですね。入力例1を図示すると以下のようになります。A 君の手がグー、チョキ、パーの順で出る。B 君の手はグー、パー、グーの順番で出る。で、勝った人は引き分け A 君なので、順番的には0、1、2で B 君は0、0、0という勝ち数になっていくという形ですね。これが最初に回数が入力されて、それ以降がじゃんけんの手が A 君の手、B 君の手、 A 君の手、 B 君の手がそれぞれ1行ずつ入って、それの間がスペースで区切られているというか、そういう感じかな。よし、じゃあこれちょっとやっていきましょう。使用する言語は JavaScript です。これもいつも通りね、 Lines の中身を1回全部見てみます。はい、はい、そうすると3回やって GG、CP、PG っていうのが出てくるので、これに対して2、0っていうのが出てくれれば良いんですね。了解です。じゃあまずはラインズの1個目が回数なので、コンストタイムイコールラインズシフト、シフト使おうね。こうすると、ラインズの中身が破壊的なのを使うのは良くないとはよく言われるけども、消えてくれるので、純粋にじゃんけんの結果だけで見ることができます。で、これに対してもう普通にフォーイチするのがやっぱ妥当かな。フォーイチでゲームで、この時入ってくるゲームが、G スペース G っていう形の文字列になっているので分割をしてあげます。なのでゲームスプリットの、空文字列っていう形にするんですが、いつもここでね、俺コンストハンズとかやって0、1っていうのを別の変数に入れてたんだけど、ECMAScript6 に対応しているのであれば、これがね A ハンド、B ハンドみたいな書き方ができるんですよ。これをやると何が起きるかっていうと、ちょっとこれ見てみるけど、 A ハンド、B ハンドっていうのがそれぞれ中に入ってくれてるわけですね。分かれて入ってくれるというちょっと便利機能があるので、これを使います。で、この時にまず勝ちか負けかを判定する前に引き分けをちょっと見ましょう。 A ハンドが、B ハンドだった場合、 If で B ハンドだった場合は、何もしないんですよ。なのでここで、リターンかな、リターンしてあげます。で、これが、アイコだったら、なんでアイコそのアイコじゃない、アイコだったら、で、なんで最初にアイコを持ってきたかっていうとですね、エルスで、ちょっとなんか汚くてよくないんだけども、 A ハンドがグーの時、いやー、でもこれは汚いな、すごく汚いな。何がやりたかったかっていうと、の時、これって A が勝つパターンじゃん。 A がグーで B がチョキ、または A がハンドチョキで B が、パーの時か、または A が、パーで B がグーの時は A が勝つパターンなんですよ。なので
スコアの A を入れるところがないのね。コンストスコアイコールで、これいいんだね、配列っていうのをちょっとスコアで用意しておいて、0が A の価値数で、配列の0が A の価値数で、配列の1が B の価値数ってやってあげたときに、こっちだとスコア0イコール、違う、スコア0プラスプラスでいいんだ。だからこれ00にしなきゃいけないね。うん、0にプラスプラス出てくるのができるんですよ。で、この後にこういう書き方ができる。何が起きてるかっていうと、 A の価値パターン、ここにまず書いたけど、 A の価値パターン一致すれば A がスコア追加されるんだけど、それ以外は B が勝つってことにしたいんですよね。だけどそれ以外って本来だったらアイコも含まれてしまうので、じゃあアイコ先に処理しちゃおうと。で A の手だけ見て A が勝ってれば勝ちだし、じゃあアイコでも A の勝ちでもないんだったら B の勝ちだよねっていうので、条件式はここだけで済むっていうので、こういう書き方をしています。でこの for each が全部終わった段階で、コンソールログでスコアの0を出して、コンソールログでスコアの1を出すっていうことをしてあげれば、多分20っていうので出るので、最初のコンソールログを消してあげることで正解になると思うんだけど、これもっと綺麗に書けないかな。いやー、いい方法思いつかねえな。思いつかないから仕方ない。これで提出しようかなと思ったんだけど、1個だけちょっと回収します。このスコアの表記のとこ、このままだと配列の0個目が A、 1個目が B っていうすごいなんか嫌な感じになるので、こういう書き方をしときます。これをやると、スコアの A プラプラ、スコアの B プラプラっていう書き方ができるので、どっちがどっちの点かっていうのが分かりやすくなる、見た目上ね。なので多分こうしてあげた方がいいと思う。そうするとここが変わるわ、A、B ねっていう形にして、これで、まあ、念のため動作確認をして合ってるので大丈夫だよね。多分大丈夫だと思うので、これで一旦提出をしようと思います。どうだ、さあどうなる、さあどうなる。問題正解、学べない学校をクリアしました。獲得したアイテムお下げ。この時代の学校では美術の授業もデータで作業していたようです。データで作業ってどういうこと。今では紙の作品が少なくなってしまい価値が高くなっています。その点は大昔から変わらないのかもしれませんね、ということで、お下げを手に入れたので早速着替えていこうと思います。お下げ、一番左のとりあえず選んでみようかな。アンドロイド向けのヘアサロンはないのでしょうか。もうだいぶおしゃれに目覚めてきたね。やっぱりあれだな、思い通り、思った通りロングだな俺は。外羽の角度とかどうですか。こだわると細かいところが気になりますね。あれもしかして達成率が 50% 超えたから、セリフが少しバリエーションが増えてきてる可能性があるな。まあとりあえず学べない学校をクリアしたので、今日はこの辺にしておきたいと思います。そんなわけで今回はエンジニアが死滅した世界第7回は学べない学校をやっていきました。よかったらチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。それではまた次回。このプログラムだとね、何が一番嫌かっていうとね、 A 君と B 君のじゃんけんしかできないところで、なんか C 君 D 君が増えても対応ができるようなコード書きたかったなぁとは思わなくもない。